米子市にあるカフェレストラン。肉汁滴るハンバーグを使って作られるのがボリューム満点のチーズバーガーです。まず見た目のインパクトがすごいですよね。いただきます。もう、うん、熱々ジューシー、そしてボリューム満点のハンバーガーですね。このバンズのふわふわ感と肉パテの相性が抜群ですね。昔のアメリカっていうのがちょっと好きで、でその70年代80年代のアメリカの、まあ、カフェとかダイナーとかせっかくのカフェレストランで食べれるものっていうイメージでの作り方はしてます。しかし今この牛肉をめぐり異変が。市内のスーパーを訪れると客は敏感に反応していました。やっぱちょっと上がってますね、何かにつけてね。そうですね、買わなくなってきたら多分全然国産を選ぶと思います。部位などにもよりますけれども、平均して 120% から 130% 昨年よりも価格が上昇しています。今アメリカやオーストラリアなど輸入牛肉の価格が高騰しているといいます。販売価格は前年の同じ月と比べておよそ2割から3割の上昇。また焼肉でよく使われる牛バラ肉や牛タンなど部位によって価格がかなり上昇しています。その理由は、アメリカやオーストラリアといった牛肉の輸出大国のですね、コロナによるワーカー不足、それによる生産量の低下によりまして、また現地の国内での需要が高まっているというような状況、それから世界的な飼料の高騰というものが牛肉の価格に乗ってきているというような状況になっています。店によると牛肉価格の今後の見通しは不透明で、仕入れ価格が高騰を続ければ販売価格のさらなる値上げも検討せざるを得ないとしています。再び米子市内のカフェレストラン。この店ではまだ値上げはしておらず、厳しい状況が続いています。値上げするっていうのはまあ簡単なことなんですけど、やっぱり消費者さんの方にね、やっぱり気軽に来てもらいたいっていうのが元々のスタートなんで、だから価格帯はまあギリギリまでちょっと頑張ろうかなと思ってます。特に米子市内の飲食店はコロナ拡大で大きな打撃を受ける中、牛肉価格高騰がさらなる追い打ちをかけています。